党の葛飾明宏さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。本当に寒い中をお集まりをいただきましてありがとうございます。私たち野党、皆さんの思いを受け止めて、しっかりと安倍政権に立ち向かっていく、その勇気をもらっております。お二人からもお話がありましたが、南スーダンに派遣をされる自衛隊、私は本当に気の毒だなと思います。こんな時になんで派遣をされなければいけないんだ。南スーダン、誰がどう見たって戦争状態ですよ。戦闘行為が行われてる、衝突だって言うんですよ。皆さん、人が何十人も殺されていて、それが衝突、ふざけるんじゃないと思いませんか。 PKO 5原則、明らかに私はもう壊れていると思います。今の状態で停戦合意がされていると言うんだったら、 PKO 5原則自体を見直さないと自衛隊の安全は守れないと皆さん思いませんか。今の南スーダンは政府軍と、そして副大統領派というんでしょうかね、反政府軍、どっちがどっちなのか本当にわからない状態じゃないですか。国連の職員を襲っている、それは政府軍の側ですよ。政府軍に向かって駆けつけ警護で日本の自衛隊が武器を持って攻撃するんですか、防護するんですか。そうなったらそれは戦争で言うんですよ。そんなことに自衛隊を巻き込むような、この戦争は絶対に廃止をしなければならないと思います。稲田大臣、とんでもないことをね言っているんですよ。ありがとうございます。壮行会の時に私もねちょっとね、何度かね聞き直してみたんですけれども、何て言ったかというと、このね南スーダンへの派遣は新たな一歩だって言ったんですよ。新たな一歩っていうことは2歩目があるんですか、3歩目があるんですか、4歩目があるんですか。次に何をしようと思ってるんでしょうか。恐ろしいと皆さん思いませんか。このような人たちにこのまま政権を追及させるわけには絶対にいきません。次の衆議院選挙で絶対に安倍政権を倒さないと、次の2歩目が踏み出していくことになってしまうかもしれない。その危機感を皆さんと共に共有をしながら、野党が連携をして次の衆議院選挙立ち向かっていきたいというふうに思います。インドとも日印原子力協定で原発を一掃するということを決めました。核実験を過去にやったことがある、そして NPT にも加盟をしていない、この国と原子力協定を結ぶということが被爆国である我が国のやることなのか、本当に恥ずかしいと皆さん思いませんか。このようなこの国が今まで築いてきた、70年以上かけて築いてきた平和国家を壊す安倍政権を皆さんと共に打倒していきたいというふうに思います。どうぞ皆さん、これからも私たち野党と連帯をして、連携をして、そして安倍政権を退陣に追い込もうではありませんか。どうぞ皆様の大きな大きなお力を私たち野党にお与えいただきますことをお願いいたしまして、連帯のご挨拶とさせていただきます。共に頑張ってまいりましょう。ありがとうございます。